テレビ局の関係者とか結構僕視聴者層が年齢層が割とイメージされてるより上の人が多くて、まあでも小ネタがやっぱりちょっとその多くなると、はい、年いった人じゃないととか、はい、ネットわかってない人じゃないとわからないネタが増えるじゃないですか、はい、だからそうすると中高生とかより割とネットずっと5年10年見てますみたいな、はい、30代40代ぐらいの方がわかるってなるんじゃないですか。そうっすよね。結構僕もそこからインスパイアを受けてるとこもあるし、あと TikTok とか僕全くやってないんで、はいはいはい、やっぱ中高生に向けた動きみたいなのをあんましたことなかったんで、ってのもあるのかもしれないですね。でもそのユーザーに見てもらいたいとか、こういうのを期待してるだろうみたいな、はい、そのユーザーがどう考えてるかっていうのはすごい意識してるじゃないですか、はい、カルマさん。はい。でもそうすると、じゃあ多くの若者が TikTok を見てるってなると、TikTok 研究した方がいいよねってなりません、はい、普通。あの、僕、それで思ったのが、TikTok の数字と YouTube の数字って全然僕質が違うなって、僕勝手にいいですよ。そんな、うん、TikTok 詳しいわけじゃないんであれですけど、うん、あの、TikTok と YouTube の違いって、まあ、YouTube のショートとかもそうだと思うんですけど、あれって流れてくるじゃないですか。下にスクロールして。はいはいはい。まあ、勝手にポンポンポン出てきますね。そうです、そうです、そうです。あの、そこに足を運ぶ労力っていうのは、その人に対してほとんど働いてないと僕は思ってるんですよね。うん。で YouTube って横動画でやっぱ伸びてる人たちってそれを検索かけていくとか、あくまで関連動画に載ったりとかしててサムネを見てこれを再生したいと思うっていう、こう視聴者が一つ力を使う瞬間があると僕は思う、うん、だからこう TikTok とかで爆伸びする人って結構すぐ知られなくなるイメージが勝手にあるっていうか、なんか風化されがちな数字、アルゴリズム的に TikTok で広げられて、で、みんなが見てるけど、はい、別に何か能力があったり、はい、この人めっちゃ追いたいみたいな、好かれたわけじゃなくて、はい、単に消費されて終わったみたいな。あと僕は、その、例えば、今からもう一から始めるってなったら、僕は TikTok から始めた方がいいと僕も思うんですよ。その、うん、そういった意味で言うと、チャンスの可能性で言うと、いち早く見られる可能性があるって、だって僕は TikTok の方が絶対すごいと思うんですよ、うん、そっちは。でも、こう、まだ TikTok が流行ってない状態で YouTube をこうバズらせた上で TikTok やるかって何回か迷った時あったんですけど、うん、まあちょっとその考えに行き着いたりとか、あと僕のイメージする TikTok って結構コンスタントにみんな毎日のように上げてるイメージが勝手にあったんです、うん、はいはいはい、だからまあ僕にそれができるのかなみたいな、そのも確かに半年に1回両方を加味してるんで、でもそうです、いらないじゃないですか、そんな半年に1回立て動画とかだからまあでもこれで来月とか TikTok 僕笑顔にやってたらちょっと笑ってほしいんですけどやっぱやってるじゃん、やっぱりまあでもなんかあの気になりはするタイミングはやっぱちょこちょこ思います。でも TikTok アプリを入れてないんで、まずあ、そうなんですね。すごいっす。え、なんかたまたまこれ面白いよとかで TikTok の回ってくることとかないんですか？あ、じゃあそれで見るって感じです。あ、もうウェブで見るだけで登録して、そこまで細かく調べたいとは思わないです。で、視聴者さんからこういう DM とかで送られてきたりとかして、見るみたいな。だから僕結構本当にそういった意味で言うと、もう本当ネット初心者なんですよね。たまたま YouTube で動画を上げただけで、それまで Twitter もインスタもやったことなかったんで。あ、最初お笑いとかの探求心はめっちゃあるけど、別にネット大好きってわけではないんですね。全然興味なかったんで、最初。その、もう僕 YouTube が今の時代の最強の名刺になると思って、その名刺作りのためにやったんで、うん、その、で100万人行くまでのロジックを決めて、もうそれを遂行しただけだったんで、なんかもともとこう、すごい、こう Twitter って、とかインスタグラムもやってたかってやったらもう全くやったこともなく、逆に YouTube より後に始めたんで、そのツイートの仕方とか、うん、インスタの投稿の仕方とか見方もほとんど分からなかったんで、いまだに人のあんま投稿の見方とかもよく分かってないっていう。でも YouTube が名刺ということは、その後やりたいことが前はちゃんとあったんですね。あ、でもそれで言うと本当に新しいことをやるってなった時にこう本を出すとか、うん、100万人超えるまで YouTube にとりあえず集中しようと思ってて、100万人超えたら、はいはい、そこまでにこうなんていうんですかね、あんまり YouTuber っぽくない動きで100万人を取りたいと思ってたんですよね。なんか YouTuber 事務所からお声かけいただいても一人でやっぱやってたから特に必要ないかなって、案件とかも一人でお話は来るとかするんで、だからせっかく事務所に入るのであればやっぱり芸能事務所さんだったりとか、こう自分に持ってないこうなんていうんですかね、まあ、テレビだったりとか、はい、そのいろんな有名人とコネクションがあるような、
とかの方がまだこういいのかなってこう思ったんで、うん、そういった意味で YouTube が一人でできてた時点で特にそこから YouTube で何か僕が広げようっていうよりかはっていうのがあったんで、新しくじゃあ本を100万人突破した後に出させてもらった時に、じゃあ109とか屋外広告とかあんまりこうそういうのドンって個人でやれることないなと思って、うん、最初は個人でやろうと思ってたんですけど、なかなかそれが大変なことに気づいて、はいはいはい、それをやるってなった。でそれで、まあ、講座開いてとかいろいろありますからね。いやもう本当にそうです。もういろんなテナントの人とかにもう109のあのテナントだけでもえこれ何個ここに権利の人たちがいるんだみたいな競合がかかっててとか、だからすごくなんか一人でやるにはちょっとこれは大変だなっていうのはあったりとかしてっていう感じですね。ほう。チャンネル登録よろしくお願いします。